どうも MJ です。今回はですね、武器モッドの紹介をしていきたいと思います。で、モッド名がですね、ウェポンズパック、バイオウェポンズっていうモッドになってます。で、まあこちらのモッドを入れる際はですね、必ず、こちらのプレイヤーバンカー&コンバットシュミレーターっていうモッドの方を入れてください。はい、こちらを入れませんと、ウェポンパックっていう、今回紹介するモッドの武器が手には入らないので、必ずこちらを入れてもらってから、ウェポンパックっていうモッドの方を入れてください。で、まあ、こちらのモッド、まあ、知ってる方多いと思うんですが、まあ、いろんな武器のシリーズがありまして、自分はですね、まあ、武器に関してはあまり詳しくはないのですが、ちょっとこちらの方はですね、今回、面白そうな武器があったので紹介しようかなと思いました。はい、それではですね、まあ、早速ですが紹介の方をしていきたいと思います。現在はですね、プレイヤーバンカーの方に降りてきてます。で、ウェポンパックの、モッドを入れてもらいますと、まあ、こういうふうに棚にですね、武器が追加されてます。まあ、ちょっと見た目からしても面白そうな武器なんですが、はい、これをですね、コンバットシュミレーターの方で、まあ、紹介がてら試し撃ちをしたいと思います。はい、で、まあ、今コンバットシュミレーターの中に入ってきました。で、まあ、武器モッドはですね、もうほとんど人それぞれの好みになりますし、武器モッドはたくさんありますので、で、まあ、今回はですね、まあ、こんな感じの武器もあるんや的な感じで見ていただいた方がいいかなと思います。はい、では早速ですが、まあ、武器の紹介をしていきます。で、まあ、自分の場合はですね、最初にも言ったんですが、まあ、武器系の方にはあんまり詳しくありません。ですが、まあ、面白い武器があれば試したいなっていうのもありますので、今回はこちらの紹介になってます。はい、まずはですね、フェイスメルターという武器の紹介からしていきます。はい、こちらは撃っていただくと分かるんですが、まあ、ヤラーククイーンのような3で攻撃できるようになってます。はい、で、次はですね、インフェクターっていう武器の紹介になります。はい、まあこういう感じでマーキングがされるようになってます。はい、で、まあ撃ってもらうと分かるんですけども、まあ針のような感じで弾が飛ぶようになってます。まあ、敵の攻撃であるような弾は面白いですね。はい、で、次ですね、まあ、シリンジャーライフルを用意してるんですが、こちらは先ほどのウェポンパックで弾の方が入ってましたので、シリンジャーライフルでの試し撃ちになります。アウトブレイクシリンジっていう、まあ、弾ですね。で、まあ、今回自分が興味持ったのが、まあ、こちらの武器でして、撃ってもらうとですね、自動で HP が減っていくようになってます。で、まあ、グール、発光したグールに変化するようになってます。こちらはですね、まあ、ゾンビウォーカーズのモッドを入れたら、まあ、どうなるかわかんないんですけども、そのモッド入れたらまたゾンビ化された感じで面白いかなとは思います。今回は
この武器が気になったので、ちょっと試しに遊んでみてます。はい、でさらに面白いのがですね、このグールになったグールをさらにこれで撃って倒すと、またさらにグールが生まれるようになってます。はい、で次はですね、ファイヤーグレネードっていうのを投げてみたいと思います。はい、で出してもらうとスティングウィングが出てくるようになってます。まあ、大量ですね。しかもで、もう一つがですね、アウトブレイクグレネードっていうのがありまして、これはもうアウトブレイクなんでわかると思うんですが、グールが出てくるようになってるグレネードです。はい、自分的にはですね、こういうグレネードや他の武器も面白いんですが、まあこの武器がちょっと楽しそうだったので今回紹介の方をさせていただきました。はい、で今回はですね、武器モッドのウェポンズパック、バイオウェポンズっていうモッドの紹介でした。また良ければご自身の方でも入れて遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。